明治隊、機体の準備が整った。明治隊、状況を知らせる。ゴーレム隊とタキシの2小隊は合流済み。すでに交戦中だ。君たちは戦闘の真っ只中に到着する。明治隊、この空域にいるバンディットを全て排除せよ。現状、我が方が優位だが油断はできない。幸運を祈る。明治ワン、ウィルコ。明治ワンよりゴーレムワン、ただいま到着した。明治ワン、それから明治ツー、このまま押し切る。さて、トリガー、俺たちの腕を他の隊の奴らに見せてやろうぜ。ゼンキ、一度食らいついたら逃がすなよ。雲の中に逃げようが追い詰めろ。狩りの始まりだ。敵に増援、これ以上は厳しいぞ。他の敵の連中に仕事を取られるな。目標に命中。グラウンスに離脱する。後ろに姿、踏み切れ。戦争の準備ができていなかったようだ。フォックス2、敵が俺のケツについたらチャンスだ。撃ち落とせ。了解。こちらのレーダーに敵影なし。オールクリア。今回のビジネスはやけに簡単だな。俺たちに戦争を仕掛けるなんてな、バカだね。ミサイル接近、かわせよ。ブレイク、ブレイク。なんだろう、どういうこと。警戒、
ミサイル。警告、巨大な機影が接近してきている。全機警戒せよ。こちらガーゴイル1、ゴーレム2とともに作戦区域から離脱する。
撤退中の2機、戦闘態勢に移行しろ。未確認機がコンタクト。ガゴイル1、ゴーレム2、直ちに応戦せよ。攻撃開始。敵は3機、SU30。ガーゴイル1、警戒、ミサイル。早い、こちらの。スカイキーパー、ガーゴイル1、ロスト。なんだと。ゴーレム2、状況を知らせろ。単に喋るだけでいい。相手は SU30、 翼端がオレンジ。引き離せない、ついてくる。ゴーレム2、格闘戦をやめて逃げるんだ。まだまだ弾は残ってるんだ、来やがれ。ミサイル命中せず。ロックオンだ。ロックオン。ミサイル発射。メイジス、フォックス3。そうだ、メイジス。迷わず撃ち続けろ。ゴーレム隊、メイジ隊、こっちに来てくれ。 UAV を味方機から引き離せ。ゴーレム隊とメイジ隊に任せよ。あいつらなら何とかしてくれる。他の者も急げ。メイジス、UAV 撃墜。いいぞ、その調子だ。フォートグレース飛行隊、次は楽させてやる。必ず行って帰れよ。仲間の敵討ちだ。踏まれる。まだ撃ってこない。なぜ。怖い。怖い。様子がおかしい。いいぞ、メジス。生き残れる仲間を増やさないように注意。ありがとう。助かったよ。ゴーレムス、状況報告。状況報告。捕食者だ。ゴーレムス、落ち着け。敵から離れるんだ、ゴーレムス。メイジス、援護。誰か、援護。敵を撃墜した。ゴーレムス、ロスト。くそ。スカイキーパー、ブラウニーをやったやつは離れていく。燃える者はいない。残念だ。すべての UAV の撃墜を確認。あの時、ああでも言わなければな。何のことです？あいつの性格からして撤退などしなかっただろう。妥当な判断でしたよ、あの時点では。いや、ひよっこを手元から離すべきでなかった。ゴーレム隊、明治隊、撤退せよ。信じてたぞ。別名があるまで待機。次の出撃に備えよ。残念だ。ファーバンティを攻撃した空母ケストレル2が被弾地。
彼が帰還する。ミハイはくたびれ果てている。彼の孫娘たちが彼に手を貸した。15歳と10歳の姉妹。アグレッサーと対決させて運動神経からデータを吸い上げるプロセスでも彼は常に消耗してきたが、今日は肉体年齢があらわになっている。自分から採取したデータで飛ぶ無人戦闘機の損害が開戦直後よりも次第に増えてきていることを知ると、ミハイは前線の戦況を自らの目で確かめるのだと言い出した。年齢のせいだけではない。あまりに長すぎる飛行時間ゆえに超航空の過酷な環境にさらされ続けた彼の体は痛めつけられ蝕まれていた。だが彼は粘り強かった。今日彼は28年ぶりに戦闘を行った。あのスーツでも無理なのだとすると、彼は実戦ではどれほどの G をかけて飛ぶのか、我々技術人の予想を上回る飛行を行っている。我々の無人戦闘機にはまだまだ改良の余地があるのだろう。懲罰部隊がどう懲罰的かって、ここが腐った場所だからさ。世間のあらゆるところに必ず潜む腐敗の匂いが、ここでは普段呼吸する空気そのもので窒息させにかかってきやがる。ここには何種類かの生き物がいる。ダニのような感触と、獰猛な犬と、懲罰兵のメカニックだ。ああ、それからネズミと、懲罰兵になって空を取り上げられた搭乗員もな。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつまで、こいつらは時々地上でエンジンを吹かす係だった。エルジアの偵察衛星からは赤外線で見えてただろう。防空用の本物の戦闘機なんてここには何機もなかった。前の戦争で負けて以来、エルジアにはもう偵察衛星なんてないはずだろうって。ああ、代わりに優秀なハッカーを育てて、今はこっちの衛星の半分は連中の目になっちまってたんだ。私はたびたび脱走を試みた。その都度犬どもの世話になり衛装に入れられた。中にいる間は監視の部屋から聞こえる声がいい慰めだった。そう、みんながファンになったのは敵国エルジア放送、自国民を鼓舞するエルジアの王女様の声だった。囚人だけでなく監視どもも敵の王女様のファンになっていて、王女様の出演時間にはボリュームを上げた声があちこちから聞こえてきた。敵はこっち側よりよほどまともに戦力や労働力を得られてるに違いない。王女の言葉には何にも増してその通りだとうなずきたくなる誠実さがあり、最近ではユーモアと華やかさが加わってきた。それに引き換えこっち側ときたら、王女様がオーシアの火を指摘するたび囚人どもは燃え上がった。ここの囚人たちほどオーシアの非道を実感している者はなかったからな。オーシアをやっつけろ、王だ。私はこんなところで汚い空気に窒息させられるつもりはない。ダークブルー、エルジアを欺瞞するためのまがいものじゃなく、大空を飛べる戦闘機を組み立ててやる。私にはそれができる。前回の作戦失敗が示すように、アーセナルバードによって強化された敵正面防空網は突破を困難なものとしている。だが我々は何としてでも速やかに軌道エレベーターへたどり着かなければならない。そこで救援を待っている存在があるからだ。それは環太平洋戦争の英雄であり、軌道エレベーター建設の中心人物でもあるハーリング元オーシア大統領。ハーリング氏は軌道エレベーターの視察中、海戦に遭遇した。施設を占拠したエルジア軍との戦闘に巻き込まれたものとして、最近まで消息不明となっていた。だが、最新の情報によれば、
ハーリング氏は同行していた武官の働きにより施設内で身を隠し脱出の機会を伺っているらしい。軌道エレベーター周辺は敵の対空レーダー網が配備されており、大部隊の移動では察知される可能性が高い。そこでまず短期が敵警戒エリアを抜け、そのすぐ後を救出部隊が追う。軌道エレベーター周辺には無数の対空レーダーが設置されているが、調査により都市セレタプラ東南の海岸線沿いが一番監視の手が薄いことが判明している。敵の目を盗むならそこしかない。また今の季節は多くの雨雲が出る。雲の中を飛行することでレーダー網から隠れることもできる。万が一敵のレーダー網に発見された際には作戦続行は不可能だ。本作戦の短期突破はトリガー、君にやってもらう。突破後は救出機の着陸地点確保のため付近の対空兵器を破壊せよ。すぐにゴーレム隊含む後続部隊が到着する。合流後はハーリング氏を運ぶ救出機の援護をしろ。幸運が君たちの上にあることを祈る。機体の準備が整った。速やかに出撃せよ。作戦区域に入った。これより無線を封止する。こちらからの伝達は行うが、機器からの発信は禁止だ。敵に見つかったら作戦は失敗だ。レーダーに捕捉されるな。また一切の兵装の使用も禁止する。君はハーリング救出作戦の先陣だ。ミッションの成否は君にかかっている。頼むぞ。
や、ランデブーポイントまでの工程の3分の1を消化した。まだ先は長い。進路が分かれている場合はどちらでも好きに進め。お前の足跡はこちらで追っているから大丈夫だ。明治通が雲に入った。トリガー、現在ランデブーポイントまでの工程の半分まで来た。孤独な戦いだが、レーダー上の光を見つめながら君の無事を祈る奴がいることを思い出せ。私もその一人だ。状況確認。何か起こってるぞ。こちら特に異常はない。平穏なもんだ。目的地まで4分の1の工程を残しているが、だいぶ来たぞ。もう少しだ。ハーリング大統領は私にとっては今でも大統領なんだ。戦争を終わらせ、軌道エレベーターを建設し、そこから宇宙船まで飛ばした。それでいて気取らない英雄。そんなところが好きでな。ぜひ彼を救出したい。協力してくれトリガー。ランデブーポイントは目と鼻の先だ。頑張れ。雲を飛行中、着氷に注意。バンディットが侵入したのか。状況を把握しろ。問題なし、監視を続ける。任務の第一段階をクリアした。ご苦労と言いたいところだが、これからが本番だ。無線風刺を解除。派手に行こう。航続機はすぐに到着する。軌道エレベーター周辺の対空火器を破壊せよ。シーゴブリンのランディングゾーンを確保する。トリガー、待たせたな相棒。今到着した。ゴーレム隊、トリガーが火の輪をくぐり上がった。次は俺たちの番だ。了解。ガーゴイル隊長、集中しろ。何をやればいいか分かっているな。前期、敵が反撃態勢を整える前に叩くんだ。明日、シーゴブリンが間もなく到着する。それまでに対空兵器を排除するんだ。明日、ターゲットを破壊。ミサイル発射。対空砲の約半数を破壊した。こちらシーゴブリン、ただいま到着した。 LP は確保できてるか。作戦進行中だ。待機せよ。もらった。明日、敵の対空兵器が残っていては救出部隊が着陸できない。全て破壊せよ。
サムの約半数を破壊した。全てのサムの破壊を確認。まだ対空砲が残ってる。全て排除し LZ を確保せよ。目標の破壊を確認。よくやった。メイジス、ロックオン。全ての対空砲の破壊を確認。着陸の障害となるものは排除した。Cゴブリン、着陸せよ。了解。なんで向こう行ってもいいな。セラタプラの港湾部に敵機が多数出現。コンテナシャツタイプの UAV だ。こちらCゴブリン、ビットの2人を迎えに上がる。救出機入ってきた。作戦行動開始。着陸した救出機は無防備だ。ゴーレム隊、明治隊、撃墜せよ。休憩はないぞ。できる奴には仕事が集まる。どこでも同じだ。行こう。ガーゴイル隊は軌道エレベーター周辺で待機。こちらシーゴブリン、これより元大統領の元に向かう。コンテナまで走れ。
ゴーレム3背後に疲れてる。離脱できない。ロックオン。ブレイク。ミサイル。撃墜を確認。全機危険。ハーリング元大統領を乗せた輸送機が離陸する。マザーグースマン、離陸せよ。よし、マザーグースマン、離陸する。ミスターハーリングが先に感謝の言葉を送り送る必要がある。帰還してからもう一度聞かせてください。明治隊、マザーグースマンが南に向かう。君らが援護しろ。作戦時間残り5分。スカイキーパー、レーダーに不明飛。方位220。こちらでも捉えた。 MQ101、 アーセナルバードからの先遣隊だ。親鳥も近づいてるってことか。明治隊はマザーグース1の護衛だ。近づく UAV を撃墜しろ。ゴーレム隊は UAV をインターセプトせよ。ゴーレム1、ウィルコ、奴らのことは前の戦いで学んだ。ゴーレム2、お前は俺から離れるな。常にエレメントを維持しろ。ウィルコ、ついていきます。被弾した。ジョンソン大佐、応答せよ。明治隊、様子を確認しろ。こちら明治ワン、マザーグースワンを視認した。キャビンは無事だ。しかしコクピットがまずい状態だ。ジョンソン大佐、無事か。それよりも救助隊を頼む。今この場所に。マザーグースワン、応答せよ。マザーグースワン。スカイキーパー、マザーグースワンの護衛を続けるべきか。当たり前だ。 UAV 破壊。レーダー照射、ロックオン。狙われてる。マザーグースワンが旋回している。どういうことだ。軌道エレベーターに向かっていく。誰が操縦しているんだ。大佐ではないだろう。乗っているのはハーリング氏だけだ。マザーグースワン、応答せよ。ミスターハーリング、応答してください。
護衛対象に逃げる気がないんじゃ守りきれないぞ。落ち着け、仕事は何も変わっていないぞ。戦闘に集中しろ。ミスターハーリング、私たちは諦めませんよ。マザーグース1に UAV が取り付いたぞ。トリガー、行くぞ。撃墜しろ命じたい、急げ。作戦時間残り1分だ。ゴーレム4、巣突かれてるぞ、振り切れ。マザーグース1、180度メッツ、メッツ。なんてこった、マザーグース1が撃墜されたぞ。ミサイルはどこからだ。レイジ2のミサイルだ。大仕上げだ。味方機のミサイルが当たったんだ。今情報を収集中だ。憶測は慎め。味方の誤射だ。俺は見た。マザーグース1は空中で爆散した。生存者はいないだろう。ミサイルから自動エレベーターを守ろうとしたようだ。エレジやめ、英雄を殺しやがって。レイジ1、トリガーなのか。一番近くにいたのはトリガーだ。 UAV は護衛対象にしつこく絡んでいた。はっきりしろ。間違いがあったんだろう。アーセナルバードが作戦区域に到達。全機全体急げ。トリガー、君はしばらく出撃できない。理由は分かる。ハーリング元大統領救出作戦は失敗した。彼の生存は絶望的であると言わざるを得ない。トリガー、君には元大統領殺害の嫌疑がかけられている。査問を受けることになるだろう。残念だが軍法会議になるかもしれない。私らにとっちゃうまくいかないもんで、敵が見事に陽動に引っかかっちまいやがった。まがいものだけでできた私らの基地は、規模だけから見れば大シア空軍の反撃の要みたいに見えたからな。毎日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 の空襲だ。敵がここを叩こうと真剣になったら、叩かれて出る損害なんかありはしない。バンカーに並べた張りぼてと因数外の懲罰兵の命、それくらいさ。ダミーを作ろう合間に本当に飛べる機体も組んでみたが、ちょっと反撃しなくちゃ本物の基地らしくないと思ったやつが司令部にいたらしい。幸い搭乗員はそこそこいた。懲罰部隊に落とされた罪の深さと作戦機を操縦する腕前は関係ないらしい。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつ、そんな連中に操縦桿を握らせて迎撃戦闘だ。毎日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 。ソラ、今日もまた新入りが放り込まれてきた。こいつは何をしでかしたんだか。私の父さんは大シア空軍で死んだ。敵に包囲され撤退する友軍の、その撤退援護は危険な任務だ。これに志願した英雄的な連中がいた。だが本当に難しいのは、この英雄的な伝言を無事に撤退させることだ。父さんはこの任務に就いた。そして諦めた。遅すぎたと判断したんだ。誰しもが同じように考えただろう。戦後父さんの最後の様子をうちに伝えに来た父さんの戦友が言っていた。次に撤退戦を経験した時、父さんは伝言に志願した。大バカ野郎だ。そして死んだ。やはり誰の援護も得られずに。私はこの話が大嫌いだった。なんて惨めな死に方をしたんだと、父さんのことを惨めに思ってきた。最近この基地に懲罰部隊に放り込まれてきた奴について噂を聞いた。こいつの罪ときたら、なんとその手でハーリングを殺したんだそうだ。前の戦争の時のオーシアの大統領。私がこんなところにいるそもそものきっかけ、じいちゃんが自前で超音速機を作ろうとした理由、
父さんがあんな死に方をしたあの戦争の指導者がハーリングだった。私はこの新入りに礼を言うべきなんだろうか。いや、虫唾をこらえきれないのはこの誰もが誰をも信じない腐った空気だ。諸君らに自覚を促すために特に伝える。本日東大へ移送されてきた新入りは国際停戦監視軍の軍事法廷による有罪者。その罪は重大、なんとハーリング殺しだ。タックネームはトリガー。我がオーシア軍第444航空基地飛行隊に本日付で所属となった彼だが、その存在は一個のシンボルたるに過ぎない。ハーリング殺したるか否かの違いはそれほど大きくはない。諸君らもまた何らかの罪により服役中の身である。諸君らには自ら犯した罪の償いをする義務がある。当隊には搭乗員資格者が複数いる。このため司令部は不足する戦力に充当するため、諸君らを用いてワイアポロ山脈への偵察飛行を行わせることを提案してきた。だが長官はこれを拒んだ。諸君らの罪はこの基地にあって償われなくてはならない。ここは敵の攻撃を吸引するためのおとり基地だ。諸君らがここでおとりとなり敵の攻撃を引き受けることで、我が軍の反撃主力は無傷のまま準備を整えることができる。爆撃です。警報を止めろ。いつものやつだ。この僻地ザップランドまで暇なやつだ。さて、何機かスクランブルしてもらわなくてはならない。ダミー滑走路の上空に航空機を隔離。形の上だけ揚撃機が上がれば十分。廃棄寸前だがまだ離陸できる機体を何機か用意した。今回も重罪の者からこの任務に当たってもらう。まずはハーリング殺しのお前からだ。敵爆撃機の撃墜までは期待しない。この基地から揚撃機が飛び立った事実だけを敵に見せつければよい。囚人ども、仕事の時間だ。直ちに任務に取り掛かれ。命令に従え、トリガー。滑走路へタキシングしろ。高度計を確認し、滑走路手前で待機。コントロールタワー、できればこちらからにしてもらえないかな。フェアエイド、おいチャンプ。こちらコントロールタワー。離陸許可は出してない。命令を守れ。うっしゃ。離陸準備中の機はスペア8に注意。強引に離陸しようとしている。さて、1番機は僕でいいかな。空に上がってみれば自然と決まるんじゃないの。良いことを言う。トリガー、お前のコールサインはスペア15。それがお前の空中での囚人番号。これから欺瞞要撃を開始する。スペア15、たった今滑走路が開いた。離陸を許可する。急げ。うー、血が騒ぐぜ。クソ、まぬけめ。戻ったら独房に叩き込め。戻ってくるならね。着陸したら覚悟しておけ。スペア15、離陸を確認した。高度制限を解除する。行ってこい。今回もミサイルは撃てないのか。 FCS をロックしている。クソ、こいつはすごいね。ちょうどいいハンデだ。囚人が自由に使えるものなどない。ボールペン一本だってな。来たぞ。ハーリング殺しの新入りが上がってきた。奴はハーリングにきっちり2発ミサイル撃ち込んでる。さすがだな、情報屋。情報握ってないと死ぬからな、今の戦争は。はしゃぐな囚人ども。新しい人殺しが来て嬉しいか。ヒーハー。
こちらバンドック。スペア15、俺が監視役だ。先ほど滑走路を攻撃した爆撃機が再度爆撃するため戻ってくる。どうせダミーの滑走路だ、構わん。お前らはせいぜい空中を賑やかせ。この基地に戦闘機がいると見せびらかせ。誰かタバコ余ってないか、後でくれ。撃墜されても構わん。罪を償うチャンスだ。ありがたい。もう一つだ。作戦区域から離脱する者は無条件に撃ち落とす。いいな。はいよ。この基地にこちら総領だ。数も多くても問題ない。お前たちを守る。スコール隊各機フォーメーションを取れ。やる気が出ないな。これは大戦果だ。バカめ、ハリボテの飛行機を爆撃してやがる。敵がこの基地に航空戦力が結集してると思い込んでる。下にあるのは全部ハリボテだぞ。敵は見てわからねえのか。ハリボテの敵がいいのさ。まずい、敵の攻撃が管制塔を直撃。おい、なんだこの揺れは。おい、煙が上がってるぞ。長官、急げ。これ以上敵を近づけるな。私を殺すつもりか。全て落とすよう命令しますか。司令、マッキンゼ司令。クソ。スペア隊、よく聞け。爆弾を抱えた連中を全て撃墜しろ。ウェポンズフリー、光線を許可する。殺してこい。何よ、こんなやつ。変えなくちゃな。トリガー、どっちが先に落とすかかけようぜ。ここは懲罰ルートだ。お前らがいつ死ぬかは俺が決める。さて、じゃあ僕が指揮を取る。カッキー、援護しろ。誰が嘘つきの指揮棒で踊るかよ。俺の腕を見せてやろう。スペア15、撤去できてる。トリガー、撃墜数をちゃんと数えておけよ。後で比べよう。いや、どうせ水増しして報告するんだろ。乱されるぞ、やつら手慣れている。レーダーにかがり、接近中の敵グループを発見。直ちに対応しろ。はいよ。高高度を飛ぶ爆撃機がいる。自分のケツばかり気にせず上も見ろ。次の目標に移れ。教えてやろう。この部隊に来た者は尾翼に爪痕を書かれる。その数が多いほど犯した罪が重いんだ。だから在戦っていうものさ。トリガー、お前は三本か。さすがはハーリング殺し。もう一台離脱できない。脱出。クソ、爆撃機がやられた。何しに来たんだ俺たちは。すまない、狙いがついちまった。敵をロックオンしたぞ。スコアは俺のもんだ。家がるってやつだよな、これが。敵に逃げられちまった。確かだぞ、こいつ。どうかな、足の遅い敵を何機か落としただけだ。これで調子に乗るんじゃねえぞ、ハーリング殺し。ロックの高い機が落とすがあるかどうか。これやれ、一分終わらせて戻すぞ。死ぬな、一機だけ粘度が高いやつがいるんだ。複数の敵が接近中。爆撃機と護衛機だ。カッキー続け、ハーリング殺し、お前をだ。やれやれ、隊長気取りだ。死なない方に俺はかけてるんだ。それとな、背中に注意しろ。お前が帰らねえ方に大金かけたやつがいる。スペアセブン、黙れ。引き金を引くのに口を動かす必要はないはずだ。ロックオンするか。誰か手を貸してやれ。またトリガーだ。騒ぐな、ただ運がいいだけだ。もっとトリガーにかけとけよかったな。戦力低下、高度維持不能。しかし上々の乗り心地だ。飛行機の整備はよくできてる。しかもスクラップ機からこの状態だ。どんな魔法を使えばできる。だがあの女、挨拶一つ返さねえ。女王様を拾ってやる。ミススクラップクイーンってとこだ。クイーン、味方はありがとうございます。
してるな。いや全部か。マグレあたりだ、タブロイド。働きすぎだスペアフィフティー。他の連中に楽をさせるな。ターゲット残り3。まずまずだ。今後も機体は丁寧に扱え。トリガー、貴様のせいで大損だ。覚えておけ。スペアフィフティーン、たった今滑走路が開いた。誰が敵を撃墜しろと言ったか。命令違反の者は独房だ。連れて行け。ミハイの孫娘たちはひっそりとおとなしく、だがひそやかに咲く貴族の気品を漂わせていた。私は自分の目が時折姉妹の方に移ろってしまうことを禁じ得ない。だがこの基地でそんな風なのは私一人ではなかったはずだ。夜になると彼らはミハイの周りに集った。ミハイの護衛機を任されたパイロットたち、彼らのジャンパーのワッペンは今はもうどこにも存在しない国の紋章だった。数十年前、エルジア王国が最初の国土拡張を繰り広げている最中に飲み込まれて消えた国の。ミハイは尋ねた。だが国とは何だ。空から国境線というものを見たことがあるのかね。私の世代はもう故国の言葉を喋れません。祖父母が使う言い回しがわからないのです。首をかしげると悲しそうな顔をされてしまう。何も答えないミハイの顔には古い傷跡が走っていた。空の戦士として負った傷ではない。ミハイの故国はシラージ。彼の本名はミハイ・ドミトル・マルガレータ・コルネリウ・レオポルド・ブランカ・カロル・イオン・イグナチウス・ラファエル・マリア・ニケタス・ア・シラージ。彼がまだ若く大公国の世継ぎだった時、共和制を求める運動が起こった。
ミハイに向けて引き金を引いたのは彼が最も心を許していたはずの友だった。ミハイの国の革命はなったが、直後拡大するエルジア王国に飲み込まれて消えた。エルジア王家は彼と彼の一族を王族に準ずる者として扱おうとした。だがミハイはエルジアの一平民として徴兵される道を選んでいた。エルジア王は彼に空軍士官学校への編入を命じた。以来王家が倒れ、エルジアが共和国と変わっても彼は命じられるまま戦場の空を飛んだのだった。実験基地が急に華やかになった。ミハイの孫娘の同級生が訪れたのだ。バラの紋章。この朗らかによく笑う娘こそ新エルジア王国国王の娘だった。王政を復古させるため王家の血筋として探し出された娘だった。だがこの王女を得たことこそエルジアの幸運だった。ミハイの孫娘が気高い夜空の月ならば、王女は太陽。感情が豊かに湧き出し、それゆえ戦火の中にある国民に向けての放送で多くが慰められた。娘たちの歌声、内心では祖国の独立を願うはずの護衛機パイロットたちも微笑んでいる。ハーモニーだが、ミハイはどう思っているのか。私は彼の神経データを除く技術者となった。だがそんな私にも彼の魂の奥にあるはずの故国に対する思いを読み取ることができない。諸君らの任務は、おとりとして敵の目をそらすことで罪を償う。